はい、皆さんこんにちは。湘南ピットストップバーチーチャンネルのバーチーです。今日はですね、CBR600、こちらの、車検に行こうと思ったんですけども、車検に行く前に、試運転をしてみました。その結果不具合点が、いくつか、発見されまして、そのトラブルシューティングをやっていきたいと思います。どこが不具合かと言いますと、まず、ラジエーターのクーリングファンが作動していませんでした。走りながら、水温がですね100度を、超えてしまうような、ところまで行きましても、ファンが回転しませんでした。ということでこのファンの作動点検をこれからしていきます。あとですね、急加速をした時に、PGMFI、プログラムフュエルインジェクションの警告灯が2回ほどつきまして、エンジンが息をつきました。通常の回転数5000回転ぐらいまでは問題ないんですけども、それ以上上げると不具合のランプがつくということで、これちょっとイグナイターもしくは多分インジェクションの不具合ではないかなと推測しています。ただそちらは今日のところはちょっとトラブルシューティングできないので、とりあえず車検までに、間がないのでファンのチェックをしていきたいと思います。それでは始めます。それではですね、せっかくつけたカウリングを外していきたいと思います。動くかどうかやってみましょう。接点をきれいにしまして、正常、ファンは正常です。はい、ですね、先ほどと同じテストコース走りまして、今、水温が106度ですね。先ほどですね、これが108度になったときに、今108度で、ファンが、回りました。ですね、ネットによると102度か3度ぐらいだっていう話なんですけども、人によっては108度と言ってる人もいまして、ちょっと作動温度、定かではないんですけども、一応まあセンサーは作動しているということで、まあオーバーヒート、122度でオーバーヒートらしいんですけども、なんとか、走れるかなという感じですね。今作動停止しました。106度ですね。ということで、正常作動確認できましたので、戻りたいと思います。先ほども2回、PGMFI の、ウォーニングライトが、警告灯がですね、作動しましてですね、エンジンが息をついたんですけども、その原因がちょっと分かりません。アクセルを開けた時に息つくんで、多分ですね、燃料がいってない、高回転で燃料がいってないと、コンピューターが判断しているのかもしれません。となると怪しいのが、まあ、燃料ポンプは新品に交換してあるので、燃圧は大丈夫だと思うんですけども、アクセル回路に応じた燃料が来てないということで、インジェクターが、怪しいのではないかなと今思っています。とりあえずですね、通常の、まあ、回転領域では、特に不具合はないので、車検場までは行けるんじゃないかなと今思っております。走ってる分にはですね、温度も、徐々に、まあ、走行風で下がってきて、今98度ですね。
まあ、ファンが回ったということでちょっと一安心なんですけども、あとですね、そのインジェクターのその噴出量っていうかね、燃料の噴出量、これがですね、実際どうなのかなと、燃料添加剤で一応燃料系統の、スラッジ等が落ちるような、薬剤、入れてあるんですけども、それがうまいこと作用して、インジェクターのその詰まりといいますかね、そこら辺を、きれいにしてもくれたらあいいんですけども、でさっきですね、坂の頂上まで上がった時に、その時にもう100度水温がね超えてしまったので、オーバーヒートかなっていうふうに思ったんですけど、今回は、頂上まで行っても80度台だったので、前回と同じ走り方してて、随分温度が違うもんだなと、考えられるのはやっぱり、高回転域で燃料が来てないので、混合比が薄くなってそれでエンジンが熱くなる傾向、まあ、薄かったんじゃないかなとガソリンが、そういうふうに今、推測しています。今ちょっと急加速してみたんですけど、さっきはこのぐらいの急加速でフューエルインジェクションの警告灯がついたんですけど、今回はつかないんですね。もう一回行ってみます。あ、つきませんね。ですね、高速走ってみたんですけど、4000回転5000回転ぐらいのところで、フィールインジェクションの、ウォーニングライトが点灯してですね、エンジンが、止まってしまうという状況に陥っております。下道で行けるんだったら行こうかなと、ちょっと走ってみます。はい、ということでですね、車検は無事に通りました。帰りもですね、ちょっと高回転の時の不具合が心配なので、下道で帰りたいと思います。下道をね走ってる分にはね全く、好調なんですけどね、なぜか回転を上げると妙に調子が悪いです。今またつきましたね、一瞬ね、フューエルインジェクションのマークが。何なんでしょうかね、これね、ちょっと、ネットやら何やらで調べてみたいと思います。コンピューターがね、おかしくなるってことはほぼないんで、インジェクター、それから燃料ポンプ、イグナイターは大丈夫ですね。あとセンサー関係ですね、O2 センサー、O2 センサーはかなり怪しいですね。ということで、これで今日でねこのバイクの整備も終わりかなと思ったんですけども、まだまだ続きます。完璧目指して、頑張っていきましょう。それではまた。